岸田です。まあ、とにかくあ、国民の皆様からお金を吸い上げ、もうね、ニッチもサッチも行かないようにする、その困った姿を見て、喜ぶ。それがあ、総理としての第一の仕事ですえ。そして、悔しがる国民を目白に、外国にはいっぱい資金をばらまいて、みんなに称賛されて、お、岸田いい国、日本だな、と言わせるようにしたいと思います。 国民がどれだけ生活に困ろうと知ったことではありませんいやいやもっと困っていただきたいかなと思っておりますなぜならこの国は民主主義の国私を選んだ国民が悪いという思いが慎重に検討されるべきでありますザマさらせ・マあミサラセ岸田です